これは吉本の若手芸人の子から最近聞いた話なんですけど、今その流行り病のせいで出待ちができないんですよね、芸人さんの。昔はね、お笑い芸人なんていうのは人気な子だと出待ちの女の子がいっぱい並んだりとかしてたんですけど、今そもそも禁止なんですよね。で、ある男の子の芸人の、まあ若手の子がね、ファンの子からメッセージが来て、今日見に行きますね、出待ちは相変わらずダメですか、ああ、そうなんですよ、劇場の方針で出待ちができなくってね、ああそうなんですか、渡したいものがあったんですけど、なんとかお渡しできるように頑張りますね、あ、わかった、いつか出待ちとかできるようになったらで、ありがとね、そんなやり取りをしていたそうなんです。ある日コンビニに行こうと思って外に出ると、結構な雨が降っていたそうで、うわめんどくせえと思ったんですけど、どうしてもタバコが買いに行きたいということで、まあバッと傘さしてちょっと面倒ですけどコンビニ行ったそうなんですね。で、すいませんと言って、欲しいタバコを買って出ようと思ったら、傘立てに自分の傘が置いてないらしいんですよ。うわマジかよ、パクられたじゃねえかよっていうことで、もう走ってね、もうずぶ濡れになりながら家まで帰っていって、ガチャンと玄関開けて、あーもう最悪だと思って部屋の電気をパチンとつけたら、傘がね部屋の中にあるらしいんですよ。あれ俺刺していったよな、そりゃそうだ、めちゃくちゃ雨降ってるもんって思ったんですけど、え、俺もしかして刺さねえで言ってたのか、いやそんなわけは、軽いパニックを起こしちゃったんですけれども、まあいいやと思って、とにかくタバコを吸いたいという欲求が勝ってしまい、ベランダまで行ってタバコを吸ってたらしいんですね。なんでだろう、でも家にあるってことは俺忘れたってことなんだろうな、そういうふうに思って布団に入って、もう今日は寝るかと思って、まあ電気もつけたまま寝ようかななんて思っていたら、ダメじゃないですか、傘忘れちゃ、もっといいの置いといたんですよ、そういう声が聞こえたらしいんですね。パッて目が覚めて玄関の方を見ると、女の子が立ってたんです、自分の部屋の中に。コンビニに忘れたみたいなんでこれ置いときます、じゃあやっと渡せたんで私はこれで、そう言ってガチャッと普通にドア開けて部屋から帰っていたそうなんです。一応その後も普通にお笑いライブは見に来てくれているそうなのですが、さすがに部屋の鍵は業者に頼んで変えてもらったそうです。